マイケル・ドーソンは、イングランド出身、ノッティンガム・フォレスト・ FC 所属のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。14歳で、ノッティンガム・フォレスト・ FC と契約。2002年4月1日のオールソール・ FC 戦で、トップチームデビュー。翌2002から03シーズンからはレギュラーに定着した。2005年1月31日に赤金800万ポンドで、 トッテナムホットスパー FC へ移籍。4月16日のリバプール FC 戦でプレミアリーグデビューを果たした。翌年からはレギュラーに定着し、2006年3月には2011年まで契約を延長。2006から07シーズンは、怪我がちな首相のレドリーキングの分までフル回転し、リーグ戦、カップ戦合わせて58試合に出場。シーズン終了後には、 契約をさらに2012年まで延長した。2009から10シーズンには、レギュラーとして活躍。トッテナムのチャンピオンズリーグ出場権獲得に、貢献し、トッテナム年間最優秀選手賞を受賞し、首相に就任した。10から11シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグに初出場した。前回王者インテルナチオナーレミラノと同組になった、厳しいグループを首位通過すると、 ベスト16では AC ミランに勝利、大会ベスト8を経験した。2014年8月26日、9年半過ごしたトッテナムを対岸して、ハルシティ AFC に3年契約で加入した。2018年5月30日、約13年ぶりにフルスノッティンガムフォレスト FC に2年契約で復帰した。U-21 イングランド代表歴がある。 2006FIFA ワールドカップでは予備メンバーに選ばれた。2010FIFA ワールドカップでも予備メンバーに選ばれたが、大会直前で負傷したリオファーディナンドに代わり、代表メンバー入りした。結局本大会では出場機会はなかったが、W 杯後最初の試合となった8月11日のハンガリーとの親善試合で代表デビューを果たした。 元マンチェスターシティ FC のカルロス・テベスはドーソンを、屈強で、今まで対戦した中で、最高のイギリス人ディフェンダーと評している。二人の兄もサッカー選手で、長兄のアンディ・ドーソンは、スカンソープ・ユナイテッド FC でプレーする選手であり、次系のケビン・ドーソンもストックス・ブリッジ・パーク、スティールズ FC でプレーする選手である。マイケルも含めて三人ともディフェンダーの選手である。ありがとうございます。